警察庁の坂口正義長官、60が退職し、栗生俊一次長、59が第27代長官に就任する人事が1、2日の閣議で承認された。発令は18日付。栗生氏の後任には、三浦正光官房長、58がつく。栗生氏は、東京都出身で、東大法卒。81年に、警察庁入庁後は総括審議官や、刑事局長などを歴任し、16年8月から、次長を務めていた。